抜きだよ。はい、今回はまたガチャをやっていこうと思います。金額、ジャンル、種類、こちら3つのお題を1個ずつ取っていって、出たお題に当てはまる景品を取っていきます。ではまずは金額から。1300円。では次、ジャンル。きた、初めて女の子系。では最後、種類。ぬいぐるみ。では1300円の女の子系のぬいぐるみを探して取っていきます。では行ってきます。それでは今回調整していく景品はこちら。ちょっと名前は分からないけど、おそらく猫パンチ、猫パンチですよ、猫パンチ。こちらのね、ぬいぐるみを調整していきます。では1回目から。そうだな、まずは白いのから。お、安定して、嘘。それではゲットした景品はこちら、ビッグ肉球棒だそうです。だから猫パンチですね。いやね、ちょっと白いのだけじゃ物足りないので、ちょっとあと2回くらい黒い方向になってみます。あ、間違えた、普通に間違えました。にゃんということでしょう。ではね、こちらの台は終わりにして、あと10回別の台で探して撮っていきます。それでは次挑戦する景品はこちら、ネズミ、え、チビネズのチョロ、チビネズのチョロっていうやつをいきます。どれか分からないで、はい、おや、なんと眠そうな顔してる。まあね、猫パンチゲットしちゃったから満足なんだよね。お、お、お、惜しい。おっと、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 のー。では他の台行きます。他の台行ってきます。それでは次の景品行きます。こちら、獣フレンズ。こちらのぬいぐるみを狙っていこうかな。最初に狙う景品はミーアキャットで。ミーアキャット欲しいかも。でも実はケモフレ知らない。お、綺麗に隙間入ったね。実はケモフレ知らないんですよ。こちら、よし、待って。お、いい感じ。このままズルズルいけば落ちるんじゃない。これいくか。さあ、お、お、来た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 。では今回ゲットした景品、まずこちら、猫の猫パンチ。次ゲットした景品こちら、手もくれのミーアキャットちゃんらしい。今回ゲットした景品はこちらの2種類です。もうね、これがやばかった、こいつが。もうこの子ゲットしちゃったからもう満足、ほんと満足、大満足。今回はここまでです。見てくれてありがとうございました。またぬっきーの動画でお会いしましょう。それではバイバーイ。